こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー専門ノックをご覧いただき、誠にありがとうございます。それではまず20秒のシンキングタイムをどうぞ。 それでは66回目の1000本ノックを見ていきます。今日は精油の保存方法に関する問題になります。261本目直射日光が当たる場所で保存する。これはペケですね。262本目ガラス製の遮光瓶で保存する。これが丸です。263本目 高温多湿になる場所で保存する。これはペケになります。264本目。プラスチック容器が望ましい。これもペケですね。精油はプラスチック容器を溶かす可能性がありますので、必ずガラス製の遮光瓶に保存してください。 まあ、精油をね、屋外に保存する人はいないと思いますけど、室内でも朝日が当たったり、夕日が当たるような棚の上に置いておくと直射日光が当たってしまいますので、そういった場所は避けるようにしてください。はい、それでは今日はこれで終了になります。私のブログへの読者登録と、この YouTube 動画へのチャンネル登録をしていただけますと、 毎日の更新を見逃すことがありませんので、ぜひよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。